なんか食っちゃった。なんか食ってんのやばい。これまたなんか変な魚じゃないかな、これ。あれ、糸が心もとないぞ。一応ついたけど、あと10メートルねえな、これは。あと6メートルぐらいしかないぞ、糸が。今、干潮で1メートル、2メートル増えるとして、切ってったら、そこでなんか大きいのかけられたら、糸なくなるな、これ。ああ、まあ、いっか。こんなことやっとるな。いつもこんなことしとるわ、本当に。買おうかなと思ったんだけど、さすがに届くやろと思ったんでね。あ、外れた。嘘、外れる？嘘だろ。またしょっぱな、またしょっぱなの魚やられちゃう。またしょっぱな。あれ、今度は針は上がってねえな。杭が浅いってこと。1枚目を逃がすっていうのは本当、ここのとこ毎回そうやもんな。チームでもマダイでも、まあ、今のあって35だな。この差はちょっと柔らかいな。柔らかすぎるかもしれんな、この竿は。うん、当たった。今度は来るぞ。そんなにまた起きないけどな。30あるかな。30ぐらいのチャリコやな、これ。もう丸ちゃったかな。30ぐらいだな。綺麗な。こういう天然は飲んでくる、飲んでくるっていうか、当たりがあんだけでかいんだな。35ないぐらいやな。
またチャリコが来た。タクってくのはチャリコやな。天然やとこうやって当たるんだよな。養殖は小さいな、当たりが。普段このリールあんま使わんで巻き上げるんだ。綺麗な天然や。にかかってる。綺麗。めちゃくちゃ綺麗。45円。大丈夫やな。ちょっとでも心配なら結び直しましょう。お、6、1、8、9、10。これいかんな。竿変えようかな。このメタルパーツが外れちゃったんだよな。本当はハローアルファ持ったんだけど、だったかシスフック作った時に部屋に落ちたとかなんないんだよな。触っとるような気配だけどな。触っとるような感じするけど、感じがするだけかな。うん、あと、これはでかいのか。あ、でかないか。そこまで大きないな。そこまで大きないな。でもさっきより大きい。こういう体は当たりが小さい。あれくっそ、おっしゃっしゅっ、ほんとにまだあんだけ押さえ込むまで待っとってたのに忘れちゃうの？そんなことあるの？あれ？針どうってことないもんな。買ってないだけか。なんだこれ。え、そこに引っかかった。え、そこになんか引っかかるもあるのこれ。え、何？そんなもんある？引っかかるもんなんで。そんなの引っかかるもんなんかあるんかよ、ここ。肩かなんかが潜ったかもしれない。さって。あれ？針は異常ね。糸も異常ないぞ。なんか落ちとんのかな。
竿を変えようかな。大きくしよう。死ぬ針7号にするか。さすがにどんな魚でもかかったら発電やろ。これだったら全然引かん、全然引かん。ちょっと引いとるか。チャリコやな。30センチぐらいのチャリコ。小さいチャリコが、まあでも30ぐらいはあるか。30ぐらいはあるけど小さいな。これまた、またなんか変な魚じゃないかな、これ。タコだったりして。大ダコだったりして。ギューって引くんだったら、これは、あれだな。またサメっていう可能性はあるけど、この状態はタコっぽいな。タコならタコでいいんだけどな。いや、海蛇かな。釣竿だったりして釣り竿だったらどうしよう。竿にもよるな。汚いもんな。ゴミかな。全然引かないでゴミかもしれんな。重てえし。何が引かってるんだろう、これ。あれ、本当に釣り竿じゃね。本当に釣り竿な気がしてきた。いや、本当の釣り竿や。
本当の釣り竿かけちゃったよ、これ。誰の釣り竿これ。まだ新しいよ。これまだ、富士壺もついてない。今年落としたんやないかな、これ。これ。今年落としたやつだ。こんなもん落ちとったわ。誰か。これ今年っていうかもうこんなもん落としとったらそれ魚おらんくなるわさ。思いっきり水入っちゃってるな多分。多分持ってかれたんだろうなと。ほんとこいつごと落ちとったよ。あの船頭に渡しとくんで、これ落とした人を名乗り出てください。多分もう今年だで、これ今年落としたんだろうな絶対に。こんなもん下に転がっとったら魚おらんぞ。